はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さんどうもお疲れ。今日はブラック保育園の特徴をお話ししたいと思います。就職するときや転職活動するときの参考になったら嬉しいです。まずブラックな保育園の特徴を3つお話しします。1つ目は残業代が出ない。2つ目は職員が少ない。そして3つ目はお休みが取れないです。でも今言った3つは実際に働いてみないと本当のところどうなっているかは分かりません。なので見学の時や面接の時に確認できる範囲で判断できる方法を紹介します。まず1つ目は職員が笑顔で働いているか、だいたい今日見学の子が来るよっていうのは朝とか前日に報告があったりするので、いつも以上に笑顔でいることを心がけてはいると思うんですけど、結構保育をしてる人が見に来てることに気づかないことが多いです。なのでまだ自分の存在に気づいてない先生がどんな表情で働いているかっていうのをチェックしてみてください。心から楽しそうに笑って保育をしているか、もしくはつまらなそうな顔をしているのか、自分の目で確認してみてください。2つ目は掃除が行き届いているか、来客前は結構普段以上に気を使って掃除をすることが多いんですけど、人が足りなくて忙しい園だとなかなか細かいところまで掃除が行き届きません。なので見学をする際とか、棚の上にホコリが溜まっていないかとか、ちょっと小獣っぽいですけど水回りが赤だらけだったりしないかとか、あとはお手洗いを借りてみるのも一つの方法かなと思います。忙しすぎる時って子供が使わない大人用のお手洗いの掃除は後回しにしてしまったりすることもあるので、ちゃんと掃除が行き届いてるか確認しやすいんじゃないかなと思います。あとは勤務時間を何で管理しているかっていうのを聞いてみるのもおすすめです。タイムカードを使っているところだったり、パソコンとかで管理しているところだったり、手書きの自己申告制だったり、いろいろ絵によって様々です。勤務時間の管理をしっかりしているところほどちゃんと残業代を出してくれたり、しっかりと管理が行き届いていると思うので、確認できそうだったらぜひしてみてください。あとは職員の年齢層をよく見てみてください。園によっては結構年配の方だけの園だったり、逆に若い人だけの園だったりするところがあります。感じ方は人それぞれだとは思うんですけど、私の一個人の意見だと、いろんな年齢層の方がたくさんいる園の方が人間関係がいいと思います。それにいろんな年齢層の方がいる方がベテランならではのアドバイスをもらえたり、逆に新人の新しい考えとか意見なども出たりするので、いろんな保育がある中でベストを考えていきやすいんじゃないかなと思います。結構おばちゃんばっかりのところだと、今時の若い子はっていうタイプの人が多い場合だったり、逆に若い子ばっかりのところだと態度が大きめの若い子が多かったりとかする場合が多いと思います。なのでそこもチェックしてみてください。はい、ということで今日はブラック保育園の特徴と判断の仕方を紹介しました。いかがだったでしょうか。ちょっとでも参考になったら嬉しいです。なるほど、そういうところを見るのか、自分の園はこうだよって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ。ちなみに私が働いてるところは20代、30代、40代、50代という大体同じ数ずつぐらい働いていました。なので新人もいるしベテランもいるしみたいな環境でした。